バンドのロモデンジャーデンジャーは、アメリカ合衆国出身のハードロックバンド。1989年にメジャーデビューし、創作活動休止やメンバーチェンジを経ながら、現在も活動を続けている。テッドポーリー2010年左マルチェロミニブルーの2014年1982年に、チープトリックのコンサート会場で知り合った、ブルーのラベルとスティーブウェストを中心として、 1987年、ニューヨークでバンドを結成。ブルーノが、ホワイトライオンなどへの参加を経た後、アンディ・ティモンズ、ケイシー・スミス、元プロフェットのドラマーでもあったテッドポーリーを据えて、1989年に、アルバム、デンジャー・デンジャーで、メジャーデビュー。1993年、3枚目のフル、アルバムとなる、はずの、コックローチが、完成間近という時に、 テッドが解雇され、これを不服としたテッドがバンドを相手取って、訴訟を起こしたため本作の発表は延期となった。アルバムは、新ボーカリストとして、カナダ人のポール・レインを迎えて完成していたが、発表は2001年まで待たなければならなかった。また、同時期に、アンディもバンドを去っている。以降、ポールのボーカルで2000年までに3枚のスタジオアルバムを発表した後は、前日の、 コックローチやライブアルバムデモ音源などを集めたアルバムを発表するに止まっていたが2004年に訴訟を起こしていたテッドがバンドと和解して復帰2006年には実に14年ぶりの来日を果たす2009年9年振りの新作アルバムリボルブを発表デビュー25周年にあたる2014年9月の来日時にはアンディとケイシーが客演し 当時のオリジナルメンバーによる公演となった。物騒なバンド名に反して音楽性は1980年代前半に流星を誇っていたアメリカンロックを継承したポップでメロディアスなハードロックもしくはハードポップと呼ばれる作風である。テッドポーリーの性質などからボンジョビに似通っていると評されることもある。ありがとうございます。